本体からの音や鍋からの音について説明します。運転中は熱から電気部品を保護するための冷却ファンの音がします。また機種によっては冷却ファンの回転数を設定火力によって変えています。そのため火力によって音が変化することがあります。熱くなった本体内部を冷却するため電源を切ってから最大約10分間冷却運転を続けることがあります。冷却が終わればファンは自動で停止します。鍋からこのような音がすることがあります。磁力により鍋が振動しているためです。一般的に底が薄い鍋、多層鍋、ホーロー鍋など種類によって音が発生することがあります。気になる場合は火力を下げたり鍋の位置をずらしてください。音が止まることがあります。この他にも鍋からキーンという音などがすることがありますが、故障ではありません。